私ですね、YouTube 上に真面目な動画しか投稿したことないんですけど、今回はいつも以上に真面目な動画になりますと、いうことでですね、1月1日に石川県能登の方で非常に大きい地震がございまして、で私富山県に住んでおりますので、こちらでも非常に大きい地震が起こったというところで、ございました。で、まず最初にお伝えしたいのは、もうそれこそ能登の、方もそうですし、富山県でもですね、海沿いの、地域、まあ津波もございましたから、海沿いの地域は、非常に被害が大きいと、多分新潟もそうなんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ被害に遭われた方の生活がですね、一日でも、早く普段通りになることを祈っておりますというところでございます。という感じで、今回の、ね、地震を経て私が思ったことを話していきたいなと思うんですけど、最初にお伝えしたいのがですね、これ本当に良くないことなんですけども、結構地震を舐めてる部分があったんですね。で、これは多分富山県民って結構そういう方が多いんじゃないかなって思ってて、なんでかっていうと、富山県って本当に地震起こんないんですよ。マジで地震が起こらなくて、まあ、今回めっちゃ地震がね、起こったんで、もう数字変わってるかもしれないんですけど、これ結構過去のデータで、2011年から2020年頃、まあ、この10年間ぐらいですかね、の期間なんですけれども、富山県が47都道府県で一番地震が起こってなかったんですよ。47位だったんですね。で、しかも、起こっても、1とか2とか、今揺れましたぐらいの地震しか富山県って来ないの。本当に富山県来ないの。で、富山県民の、ね、中ではですね、立山って富山県に山あるんですけど、立山が守ってくれてんじゃねえかみたいな、立山があるから富山県で地震が起こらないっていう謎のですね、その逸話みたいなものがあるんですけれども、まあ本当に地震起こんないから、結構舐めてるんですよ。で、外国人の方、で外国ってなんかあんま地震起こらないから、震度5みたいな、今回富山県で震度5強の地震が起こったんですけど、震度5とかのね、地震が来たらもうこの世の終わりみたいな感じで、慌てふためくみたいな、なんかそういう言われ方するじゃないですか。富山県民はまさにそうで、多分今回の震度5強の地震ではもう慌てふためいた方が多いんじゃないかなと思っている人でございます。やっぱこれはやっぱ良くないんですけど、体験しないとわからない怖さっていうのがあるなと個人的に思いました。もう東北大震災とかでもすごいショックな映像だとか、それこそ前のクールに放送しておりましたけども、オーバーテイクっていう、作品で震災描写、リアルな震災描写、まあ、スズメの戸締まりなんかもそうですけども、そういうの見てても、やっぱりリアル感がなかったんですよ、私の中では。大変なことが起こってるってのは分かってたけれども、そういう、やっぱ、現実味がなかった中で、やっぱ今回味わったことって、本当にやばいみたいな。地震ってすごい怖いっていうのを、なんか心に刻まれたなっていうところがあるので、もし、この動画ね、視聴されてて、そういう大きい地震に、今まで会ったことないですっていう方は、なんか舐め腐らずに、富山、ね、まあ私のようにね、舐め腐らずにですね、ほんまにやばいんやっていうことを、胸に刻んでいただければなと思います。で、その私ですね、実際に地震、震度5強のね、地震、ガーッ、めっちゃ横揺れで寄ったんですけど、気持ち悪くなったんですけど、うわーって揺れてる時に、私がどんな感じやったかっていうと、めっちゃ冷静やったんですね、実は。実はすごく冷静で、いや、ほんまに怖いっていう感じもあったんですよ。心臓バクバクって、なってたりしましたし、やばいっていう感覚もあったんですけど、でも、もうどうにもならんって思ったんですよ。ここで今家崩れて、ね、下敷きになっても、もうどうにもならん。もう逃げれんし。逃げれんから、あ、もう、これは無理やみたいな。なんかもう冷静というか諦めというかね。そういう感じで、本当になんか慌てふためぐとか、なんかその、はぁはぁとかね、なるんじゃなくて、もう冷静に揺れてる仲間かも。こんな。もう来ないじゃん。本当に。そんな感じ。何してたかって言って、私動画編集してて、1日と2日に投稿するための、動画、もう撮影し終わって、それを編集してる時に揺れたんですよ。だから、本当になんかもう、こうなりながらもう、こんな、こんななってたみたいな、形ではありました。まあ、割かし冷静でしたね。まあ、だからこそ、やっぱ動画投稿、もうすぐに動画投稿というか、まあ、結構私動画内で、富山県民です富山県民ですみたいな、結構言って、
ってましたので、中にはね、視聴者さんの中で心配してくださってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたので、まあ、結構私は大丈夫やったんですよ。私の地域はね。めっちゃ揺れたけれども、その海から遠いところなので、津波の心配もなかったですし、まあ、父親がね、消防団に入ってるってところで出動はしていたんですけども、避難してくださいみたいな、そういう勧告もなかったので、結構まあ、まあ、不幸中の幸いではありますけども、まあ、安全ではあったんですね。まあ、油断はできないみたいな感じでしたけど、っていう形やったんで、まあ、大丈夫ですよという、意味で安否確認というかね、っていう動画をね、投稿させていただいたんですよ。で、その動画がですね、普通に、いや、大丈夫です、安心してくださいっていう動画ではなくて、結構まあ、バラエティチックというか、エンタメをね、盛り込んだ、私の部屋ほんま汚いんですけども、元から汚いんですけど、まあそれを、今のね、震度5強の地震のせいで汚くなったんです、みたいな、そういうエンタメチックなものにさせていただいたのですね。で、これに関してはですね、まあ不謹慎っていう声もあるかなと正直思って、まあコメント欄でも一つだけなんですけど、いや不謹慎です、みたいな、こんな時にふざけんといてください、みたいな、コメントもあったんですけど、個人的には、おちゃらけた方がいいかなって思ったんですよ。私はね、そういう判断をして、これがね、例えば全く関係ない人、今回の震災で全く関係ない、例えば徳島県に住んでる人が地震のせいで今部屋汚くなりましたって言ったら、それは不謹慎じゃないですか。超不謹慎だと思うんですけど、私実際にこう地震を体験してのその大丈夫ですをアピールで、まあ、今回使わせていただいたので、なんか普通に大丈夫ですって言われてもほんまかみたいななるじゃないですか。で実際だってやばいしテレビ見てたらやべえみたいなね、津波警報わーって出てるからほんま大丈夫みたいなね、感覚になると思うし、私も実際多分応援してる方がそう大丈夫ですって言ってもほんまかってなるから、ほんまに大丈夫ってなると思うから、じゃあやっぱりその中でもやっぱこう、おちゃらけた方が、あれ、なんかこの人、こんな状況でこんなことしてるんやったら、結構大丈夫かもしれん、みたいな。でもっとこう、安心していただけるからと思って、ああいう形を取りました。っていうのも、あるし、やっぱその、もうやばい、みたいな、なってたじゃん、世間がね。やばいってなってたし、自粛モードみたいな感じで、YouTuber さんも今日は動画投稿やめますとか、テレビどこつけても、テレ東さんはね、もう途中からね、出川のね、充電の旅になってましたけど、大体のテレビが、やばいです、やばいです、みたいな、ね、なってたので、じゃあ、ここでやっぱり一つ、こんな状況でも笑ってもらえたら、みたいな、私やっぱ YouTube やってる理由っていうのは、まあアニメの良さを広めたいっていうのもありますけど、笑ってほしいっていう、動画を見てくださった方に笑顔になってほしいっていう気持ちもあるので、まあそういった気持ちもあって、まあああいう形をね、撮らせていただきました。まあコメント欄でも、こんな状況でも笑わせていただいてありがとうございますとか、まあちょっと安心しましたみたいな、やっぱそのポジティブなコメントが非常に多かったので、まあ個人的にも、形で良かったのかなと思ってる次第でございます。問いつつもね、結構やっぱ怖いのよ。怖くて、震度5強のバコーンっていう地震の後も、もうほんまに頻繁に揺れたんですよ。震度3とかぐらいですけど、頻繁に揺れてて、で、ほんまに人間って恐怖をすると、脇汗止まんねえんだっていうことを初めて知った。意味わかんないぐらい脇汗ずっと出てんの。ずっと脇汗出てて、ああ、怖い。人間が恐怖するとこんな形になるんやっていう、そういう体的なね、仕組みもね、知れたなっていうところでしたね。で、まぁ、ちょっと落ち着いたぐらいに、私も、富山県にね、友達いますから連絡したりだとか、あと石川にも、知り合いいましたから連絡して、まぁ、大丈夫ですというような、ところがあってですね、あ、よかったよかったみたいな形になってたんですけども、ここでですね、とあるアニメ系 YouTuber の方、本当に私仲良くさせていただいてましてですね、一緒にご飯もね、食べた仲なんですけども、その方から連絡が来たんですね、大丈夫ですかみたいな。もうその方だけ、アニメ系 YouTuber で連絡をくださったのはその方だけだったわけで、別にね、欲しいとか言うわけじゃないんですけど、別に、そんなわけじゃないんですけど、カメラのバッテリーなくなったので、ちょっと仕切り直すんですけど、まあ本当に YouTuber ね、アニメ系 YouTuber の方、お一人だけ連絡くださったんですね。で、なんか大丈夫ですかみたいな形でもらったんですけど、いや、これほんまにね、ガチでね、ガチで、泣いてしまったんですね。もう安心感だと思うんですけど、たーって、その大号泣じゃないよ。ボーみたいなね。その大号泣じゃないけど、ほんと、たーってね、なんか涙が出てきて、その温かさみたいなところなんですけど、なんかその、県内とか、その隣の石川県の方
に、なんかその大丈夫ですか大丈夫ですかっていうところも、やっぱ安心するんですけど、なんか県外の方から、その方はね、全然北陸とかとは関係ないところにね、住んでらっしゃるんですけど、県外の方になんかこう心配してもらえたっていうのがすっごいなんか安心して、ね、暖かくて、すごいその LINE がね、LINE でいただいたんですけど、そう、暖かくて、ね、マジでね、泣きました。これは本当に感謝を伝えたい。見ていると思うんですけど、見てますか？見てますか？はい、本当に嬉しかったですという、ところをお伝えさせていただきます。で、まあ、もっと落ち着いてからね、テレビも普通の放送に戻り、出した、頃ぐらいに、もう今はね、もうアニメ系 YouTuber じゃなくて、インターネットコメディアンにね、なられた方からも、DM でですね、Twitter を見た限り大丈夫そうで安心しましたというような、ご連絡をいただいてですね、本当にありがたい気持ちになりました。そちらも、ありがたかったですという、ところで、まあこういう人の温かさみたいなね、ところも、感じられたかなと思いました。そして、次の日の朝ですね、次の日の朝、まあ、夜もめっちゃ揺れてたのね。正直私、そこまでね、寝れてなかったんですけども、まあ、朝になって、こう、ツイッターを開いたらですね、黒沢智代さん、皆さんご存知かと思うんですけども、黒沢智代さんがね、今回の、地震の件に関して触れてるツイートがあったんですね。それなんでかっていうと、去年放送されておりました、スキップとローファーっていうですね、非常に素晴らしいアニメがありまして、私も円盤をね、購入させていただいているわけなんですけども、このスキップとローファーの主人公、みつみちゃんっていうキャラクターがいるんですが、みつみちゃん役で、黒沢智代さんはね、ご出演されてたんですよ。で、このみつみちゃんの地元の、モデルとなったところがですね、石川県の珠洲市という、ところなんですね。で、この珠洲市が、まあ、今回の震災でかなりの、被害を、受けたというところで、黒沢智さんが本当は、触れるつもりはなかったですみたいな、やっぱそういう考えのよね方もいらっしゃると思っていて、 SNS はやっぱり、日常を届けたいっていうかね、そういうネガティブなところには触れずに、やっぱポジティブないつも通りの発信をしようっていう方も、いらっしゃると思うので、まあ、黒沢智さんは多分そっちのタイプだったと思うんですけども、触れるつもりはなかったんだけれども、でもやっぱりそのみつみちゃんの故郷やしみたいな、触れざるを得ないというかね、うん、で、その、気持ちをお伝えしていて、まあ、土地の記憶は人の記憶だからっていう、みつみちゃんの、素晴らしい、セリフもあったかと思いますけども、まあ、それも添えて、気持ちを表明されてるツイートを見て、いや、本当になんか、心に染みて、なんか黒沢、ね、智代さんのその温かさ、やっぱこれも人の温かさではあるんですけども、うん、なんかすごい朝からですね、しんみりしたなという、ことがありましたと、いうところで、本当に涼しいいいところなんですよ。私も去年行きました。はい、去年スキップとローファーの聖地巡礼というところでね、行かせていただいたんですけども、非常に素晴らしい、場所だったんですが、やっぱその震災でですね、まあ大変なことになってるっていうところもありまして、まあ前半でも言いましたけれども、まあ涼しいだけではなくて、震災の影響で、日々の日常を遅れていない方が本当に一日でも早く、日々の日常を取り戻せることを本当に祈っておりますし、今やっぱ募金とかも始まりましたので、余裕のある方はですね、ぜひとも、していただければなと思っている次第でございますっていう、ことでですね、今回真面目な、動画、まあ、いつも真面目なんですけどね、はい。真面目な時ないけどね。はい、真面目な時ないんですけども、真面目な動画を撮らせていただいたということで、本当に地震やばい。それはお伝えさせていただきます。舐めたらあかんね。もうほんま日頃から、そういう防災グッズみたいなのも置いといた方がええなと思いましたし、そういう時にどういう対処をした方がいいのかっていうところは、まあ、勉強というか、知識として入れておいた方が、私なんかもう1ミリも入れてなかった、そんなこと。地震起こったら何するかって全然知らなかったから、そういうのは、やっぱ、うん、知識として入れておいた方がいいんじゃないかな、と、個人的に思った次第でございました。ということで、終わります。では。